アナ旅虹のコンキスタドール沖縄編、私たち虹のコンキスタドールです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介していきますか、うん、はい、キラリンこと沢村キラリです。はい、ダイアメこと岡田彩芽です。はい、マーリンこと熊本マリナです。はい、ムネこと石浜メイです。はい、まゆちゃんこと栗原まゆです。はい、よろしくお願いします。沖縄編というはいはいですけれども、なぜ沖縄かというとですよ、はい、私たち ANA さんのご協力のもと、はい、ミチコンのミュージックビデオの撮影で行ってきました。こんな人生あるとは。いやー、すごいよね。生きててよかった。ANA さんの公式 YouTube 用で、はいはい、投稿していくんです。公式 YouTube に俺たちも乗ってくる。いや、そうだね。乗る。同じ沖縄編を虹コンの YouTube 用でも、はいはい、配信していきますので、はい、ぜひそちらのチャンネルもご覧ください。トークは使い分けてください。あ、うん、わかりました。虹のコンキスタドールのチャンネルでは結構、うん、やばいこと言ってる。いっぱい持ってますよ。かわいらしい姿をお届けできるように。こっちでさ、好きかもって思ってさ、合計虹のコンキスタドールチャンネル見に行ったら、見てたの違ったかもしれない。嬉しいみたいな。メメもいける。私ももうギャップの女ですから。いいよ。キラリちゃんも大丈夫。いや、私も緊張しまくって。本日撮影させていただけるこの場所、いや、 ANA さんの訓練施設、ANA ブルーベースです。後ろ見るとさ、いや、すごい、なんかさ、ここさ、入るところみたいじゃない。ね、空港の案内みたいな感じの、ね、そうです。すごい、めっちゃ撮るなんて。なんかもう飛行機の模型もね、いっぱい飾られてあって、うん、ね、そうですね。ここはですね、どんなところかと言いますと、はい、パイロットさんや客室乗務員さんなど、うん、飛行機に関係するさまざまな職業の訓練をされてる場所らしくですね。はいはいはい。まあね、今回は沖縄にね、そう行かせていただいたんですけど、はい、今回以外で沖縄ね、行ったことあるようになります。はいはい。あ、みんな行ったことあるの。あります、あります。あやめちゃんはね、あのニジコンのね、あ、MV 撮影でもあるし、うん、自分熊本出身なので、うん、やっぱりこう修学旅行とかでも行くし、なるほど、ね、お母さんがなんか沖縄めっちゃ好きで、なんか月1くらいで行くのよ、母が。今も今もで、なんか将来的には沖縄に別荘を持ちたいから、もうあやめちゃん頑張って頑張って別荘建ててねみたいな、圧を受けたあやめ任せ。そうそう、だからね、結構ただならぬ思い入れがある。キラリちゃんは？私は家族旅行で2回行ったんだ、家族で。キラリちゃんは？私は、うん、修学旅行で行ったことがあるんですけど、台風が直撃しちゃって、延泊したんですけど、ずっとホテルの中にいて、ほとんどどこも行けなかったので。私とめっちゃ似てる。え、そう。境遇が似てる。私は茨城出身なんですけど、うんうん、初めてすっごい遠くに行けるのが修学旅行の超楽しみにしてて、その日を迎えたんですけど、行ってから熱出してしまって、一人で別室で永遠に 2、3 日待機するっていう。なので、もう本当にこれで行けて、めちゃくちゃ多分一番私が嬉しいと思って。いやいや、私すごい嬉しい。羽田空港でみんな集合したじゃん。あ、そうだね。みんな何してるの？私は、うん、とにかく写真を撮ってたんです。アイリさんと一緒に、アイリちゃんと一緒に、ANAさんの飛行機の写真をずっと二人で撮り合ってて、なんかさ、カメラ持ってってて、一眼レフ、めっちゃメンバーのことも撮ったし、撮ってくれた、撮っていただいたの、撮った。今から飛行機に乗るよ。メイクしてないって言ったのもそう。ANA さんを応援しているもので、N A、あ、そう、あ、違うね。私 A だったか。ミヤミヤ。M M A M M。惜しい。惜しい。もう乗り込む。
あれあれだよね。あれあれ。搭乗口に入りました。イエーイ。はい、今からパイロットさん見えるよ。え、パイロットさんどこ。あ、パイロットさんいる。あ、グッとしてくれた。乗ります。乗ります。今から行ってきます。一緒一緒。みんな、虹コンがいっぱいいます。イエーイ。私、清水理子さんと、うん、山田亜さんと3人の人だったので、はい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 、で、パッて隣見てるの清水理子が、なんだっけな、ね、焼きサバ。あー、はい、焼きサバです、うん、開いて、食べてて。あの人さ、なんかいつ見てもさ、遠征の移動中、うん、なんか寿司食べてる。寿司食べてるよ。私は、レイカちゃんと、はい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 、ゆうちゃんの、はい、3人のデートだったんですけど、はいはいはい、その時に、ごそごそこうゆうちゃんが動き出したから、何してんだと思って。動き出した。急になんかごそごそしだしたから、うん、何してんだと思ってみたら、授業のプリントをこう作る、並べて、必死で勉強したから。あ、そっか、課題めっちゃ溜まってるみたいな。それを、私も興味津々で見てたんですけど、全然わかんなくて。そしたら、ゆいかちゃんが、ここ違くないみたいな感じで、英語なんですけど、ちょっと3番多分違うんじゃないですか。どこかな。違います。待って、考えさせて。イングリッシュ。なんか違うとかがわかんの、これが。これだとイングリッシュが喋るみたいになってるから、英語は喋られる言語だから、あのこれ？あ、すごいね。これなのかこれなのか。マジで頭いいやん。オンリースピークス。ガチで頭いいんだね。英語教えてたんだ。教えてた。え、すごい。かっこいいと。南国や。来た。ありがとうございました。那覇空港ね、着いてからは降りた瞬間さ、あの空気が違いました。あったかくて、あったかかったね。しかもさ、飛行機着いて、うん、もう空港に行くまでの廊下あるじゃん。あ、つながってる。あそこにさ、お花飾ってあったりするじゃん。ありますね。あれ見ると、めっちゃ、あ、沖縄来たって思うのよ。そんな沖縄でね、宿泊したホテルが、おい、皆さん覚えてますか？せーの、ベブファイブ沖縄セラガキ。いや、どうでした？素晴らしかったです。最高でした。MV 撮影って正直めっちゃハードで、毎回めっちゃ辛いんですけど、ホテルが良かったから、幸せだった。私の綺麗もね、初めて MV 今回参加したんですけど、こんなにホテル泊まれるかみたいな。今回がすごかったんだからね。あれ、いつも。いつもじゃないか。すいません。私たちのベース、あれになっちゃいましたよ。違うよ。これから先も、あれに慣れますかすごい。なんでも。あ、すごい。遠くの話してるよ。慣れたらいいな。慣れたらいいな。でね、あの、ここ、Web5 沖縄セラガキさんでは、24時間。やってるカフェラウンジがありまして、うん、焼きたてにこだわってる8種類の釜焼きピッツァが食べれたり、そうジェラート、ハイヤープレイスっていうね、火の前でね、のんびりすることもできるっていうことで、今回ね、部屋割りがもう何部屋かに分かれて、その部分を組み合わせていただきます、はい、それぞれね、映像撮ってくれてるみたいな、見てみましょう。星野リゾートホテル着きました。着きました。ゆいちゃんは泊まるのが夢だった。本当にそうだったね。ずっと星野リゾート泊まりたいって言って、すごいね。どうぞ、ありがとうございます。来ました。どうぞどうぞ。すごい。
ここで住まねえか住むかここにすごい想像の100倍ね。ね楽しい。イエーイ。すごい。すごい。めっちゃ可愛い。今までで一番すごい。え、すごい、家じゃん。私、冷蔵庫もある。ここが、全然まだ入ってない。ここが何だ？お風呂！トイレとお風呂、別の見て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 。うわぁ！めっちゃいいじゃん！すごい！開けてみる？うん。外の景色を見る？どっちからだ？こっちから。せーの。じゃ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 。うわ、テラス！乾杯できちゃうよ。テラスでやばい。優雅なね。お話し会しよう。お話し会しよう。やばい。じゃあこの部屋でみんなで絆を深めるということで。イエーイ。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。イエーイ。やばい。やばい。頑張れ。一緒に頑張って。やばいよ。夢のシェアハウス来た。やばい、ベッドじゃあじゃんけんで勝った人から選んでいこう。オッケー、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。マリナちゃんどう？マリナちゃんどうしちゃおっかな。こちら側の、そうですね。そしたら一番端の方行かせていただいて、マリナちゃんのベッドはこちらです。あやめちゃんのベッド教えてください。あ！もうここに住んで5年経つ。姉ちゃんそこ？姉ちゃんはそこでーす。イエーイ。たらアイリちゃんは？アイリちゃんはそこー。イエーイ。決まり決まり。よいしょ。出れる。バルコニーに。あ！イエーイ。イエーイ。なっちゃんいた。気持ちいいここ。ね、めっちゃいいね。うん、うわー、お風呂、ちょっとお風呂、厚めのお風呂に浸かってここで整うっていうのが絶対気持ちいい。最高すぎる。絶対気持ちいい。あとでやろっと。じゃーん、ロビーで買える冷凍の沖縄そばを買ってきました。イエーイ。こちらがですね、沖縄そばとソーキそばがロビーで売ってるんですけど、うん、買うと一緒にこのね、そばを作るためのお鍋とかお皿とか菜箸とか、うん、キットがね、貸してもらえるんですよ。すごすぎー。で、本当に24時間売ってるって言ってたけど、うん、11時過ぎでも買えちゃいました。今からそんな夜中ですが売っちゃうと思います。なんかね、すごい有名なお店のやつらしいよ、こだわりの。わあ、おー美味しそう。やばい、お前もか。じゃあ、あかりはこれに麺を半分に分けて入れて、任せて、スープで泳がせといて。スープで泳がせます。なんか麺に味が染みててとても美味しいです。優しい味。自分
がありました。やったね。嬉しい。すごいね、ジムがあるなんて。こんなに設備整ってるジムなかなかなくて。私も初めて見た。すごいね。走れるし。おー、ちゃんちゃん。あ、ちょっと走る。走んの？走るかな。え、かっこいいね。かっこいい。あ、待って。初めてやった。すごい。そう、マットで上げて。すごい。なんか面白いじゃん。なんか犬が走らそうじゃないですか。あれ？頑張れ！頑張れ！チェック！なんか昔から二次コンでシェアハウスするのが夢で。うわ、そう。はい、なんかそれを一瞬体験させてもらえたみたいな。したシェアハウス体験みたいな。メンバーと暮らしたらこんな感じかみたいな。めっちゃ頑張る。普段メンバーとなんかお風呂好きよとかって話しないじゃない。はいはい。そんな話とかしたのがなんか今思い出すと。やっぱ譲り合うんだ。いや、どうしたの？めっちゃ2日間一緒に。トイレ使ってたもん。そうなんだ。あとさ、なんか自転車貸し出してたよね。あ、そう、貸し出したね。自転車貸し出しがあって、なんか私たちコンビニ行ったじゃん。そう、私たちは乗ってなかったんだよね。あれ？で、コンビニ行って、コンビニで買い物した帰りに、チャリに乗ったメンバーが、そっち違って。そう初めて見たメンバーが自転車乗ってると思う。そう。なんか、ほんといろいろ貸し出ししてもらえるんだね。あの、キッチンのね。フライパンとか、すごいな。みんななんか食べたお部屋の中で。私はチームはチームコンビニでお菓子とかジュースを買い込んで、うわ4人で女子トークしながら。ゆうちゃんとあんまり女子トークみたいな、そうか、話したことなかったんですよ。学校どんな感じなのみたいな、めっちゃ気になったんですか。聞けて、すごいね。めっちゃいいな。うん、めっちゃ面白い。なんか私たちが泊まった場所以外にもゴーヤルームっていうお部屋があったりして、壁紙とか、はいはい、なんか中にあるクッションとか、なんかもうゴーヤモチーフに、部屋からであのめっちゃ大人気らしいのよ。絶対可愛い。めちゃめちゃ可愛い。1日目も2日目も超満喫させてもらいましたよ。3日目、はい、行った場所、皆さん覚えてますか？MRO ジャパンさんの格納庫行かせていただきました。嬉しい。このね、MRO って何の略かみんなわかる？めっちゃわかります。ムロツヨシ。正解って言いたいところなんですけど、残念ながらあの不正解です。正解は M がメンテナンス、メンテナンス、メンテ整備の略で、はい、で R がリペア、修理の、あリペア、うん、で、O がオーバーホールの曲で、MRO ジャパンさんっていうのがあの航空機の整備や修理に関わる事業を行っていらっしゃるので、そういう略だそうです。すごいよね。でもちょっとね、早速 VTR もありますので、こちらの方も見ていただきたいと思います。いける？行けます。じゃあ行きます。食べてもらえるだけ。待って、どうしよう、どうしよう。待ってよ。楽しみ。やばい。すごい。このトイレと思ってました。
オッケー、はい、すごい、ありがとうございます。すごい、パスポート、すごい、虹っぽい、マイレージラブ様、かわいい。でもなんか社会の教科書とかで見たことあるぐらいで、結構ね、なんか小学校とかで一番したいね、確かに。一番小さいんですけど、これやり慣れてますこれしかしたことない。みんなが旅行してくるので、私はそれにスタンプをしたいと思います。パイロットなので、パイロットなので。マジでもうすぐ飛び立つらしいです。そうだよ、それで今ガチの整備が始まってるらしい。それで急いでたんよ。すごい。おー、いや、1月前だったんですか。そうそう、私たちが撮影する時間が決まってて、撮って踊り終わった後にこれ、アクションとしたらこれ飛ぶ欲しい。そう、あの日だけなんか人生で一番モテて、ちょっと楽しかった。ドキドキしました。なんか帽子取って、なんかこう、あの清水梨子さんを追いかけてやってみた。あれさ、あったじゃん、 VTR にも。あれ、絵コンテになかったのよ。ない、ね、台本にない。そう、台本では私普通にみんなを歌ってスタンプ OK って押して、そのまま通す役だったんだけど、 NG して、バツ、通さないでって。あれ、MV には使われてないし、そこまで含めてめちゃめちゃおもろいよね。みんなどうでした？楽しかったね。楽しかったよね。ちょっと薄れてた記憶がまざまざと思い出してきて、いやーね、またすぐ行きたいね。え、行きたい、またすぐ行きたい。初 MV がこんなに素敵な、ね、そうだよね、になると思わなくて。そうだよね、すっごい幸せだったし、また違うところにも飛んでいきたいみたいな。飛んでいきたいみたいな。次回の花旅では、電波のインクの皆さんが、はいはい、徳島の旅に行ったそうです。ANA 公式チャンネルの方ですね、はい、ご覧になってください。それでは以上、私たち虹のコンキスタドールでした。バイバイ。